ここを通り抜けるのか。シティの賢者たちは送信おお、ここの構造からデモを見た感じ、ここどうやらはお本当にまるでうん、でも以前あなたたち一つはもう一つはあいつはファイそれがあい話を聞く感じそうだったの。今後起こりうるそう、では行きましょ。仕事だ。どの目が出るか。やるか。捕まえた。失礼。と。元に戻す方法がないか周りを調べてみようぜ。止まったみたいだ。乗ってみようぜ。言葉は不要だ。た、かかれ。せい。ここだよ。おーや。失礼。すぐに終わらせる。予想外だ。せい。痛がっちゃいやん。踊りなさい。冷たくサクサク凍って捕まえた。足元に気をつけて。氷それ雪よ糸よ工作せよかかれほっかはあ、一緒に雪を前捕まえた。よっすっかやっそれかっ逃げられなかった。Thank you.
給の時間だ。どの目が出るかな。ターゲットく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。ここの運行状況から見て、じゃあどうするんだよ。緊張しているの、ダイモ。そりゃあもちろん。私もとても緊張。でも緊張と同時に好奇心。何に対してだ。私たちの、私から見てそれが知識であった。けど唯一、つまりだからこそ、そして今あなたたちと一緒。そうだったのか。ええ、行きましょう。もう彼の気配を感じられるわ。この世が僕
の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ。知恵の神ブエ、そして旅人。こいつもうマハールカデバータみたいに全知全能になってるのか。いえ、彼からマハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になった。残氷はすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。この威圧感。残氷の吉祥霊印と単に。まだそんなこと言う。でも世に生まれこのような貴様、神の心に刻まれた噴水。今のテイプあれはただ、まさか知恵を司る神。君の判断は君の存在のようにを。ここまでにしよう。知恵の神ブエル、君も知っているはずだ。知恵が全ての問題をかかってこい。今ここに雪の前、神里流トーキ、いたがっちゃうよ。風だ。足元に気をつけて。おーい、トーキ、終わりで撤収かかれた。復活達成したさいよ、バレット。踊りなさい、取った。
神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。ウェル！データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのがこれで何回目かわかる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無教の力、一体いつから始まっていた。君たちは無教の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある。さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての神の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい。ええ、お願いね。私フエルの一人目の賢者。弱小万物。糸よ、工作せよ。さあ、ふぅ、ほっ、急がなくてもいいので捕まえた。来たよ、それ、鎮圧。おーやっと、痛がっちゃいない。急がなくてもいいのよ。初装召喚。手をつなぎましょう。全部丸見えね。重悪昇格。
私のお家にいらっしゃい。一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカデバータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。